皆さんこんにちは。さあ今日は平日なんですけれども、お客様が来てくれました。それではお客様のピットに車を見せてもらいに行ってみましょう。さあ今日はソノランサーキットになんとコングヘッドが来ました。私が一番欲しかったラジコン、ね、このラジコンをね最初買って始めようと思ったんですけどね、私売り切れていたんでね TT02B にしたというね、そういう感じですね。すごいっすね。おお、すごい高いダンパーに書いてある贅沢なコングヘッドっすね。 4WDS です。あ、そうなんすか。へえ、じゃあこう後ろのタイヤも舵が切れる感じに。へえ、すごいっすね。おお、贅沢しよう。どんな走りか楽しみっすね。これすごいっすね。いやー、いいですね。できたてもや。あ、できたてなんですか。あ、綺麗ですもんね。あ、すごいいい感じ、ダンパーが結構柔らかめ。柔らかめで、うん、グリップしそうな。へえ、すごい。あ、そっか、4輪あるからこれぐらいの硬さでちょうどいいのか。リアが4輪でフロントが1つで、いや、すっごい楽しみですね。へえ、これって蓋を開けてもそのまま あれですかね。あ、すいません。コングヘッドの中なんて初めて見ますよ。おお、すごい。もうなんかね、昔のワイルドミニ四駆のプラモデルみたいな。へえ、いや、ギアボックスとかもなんか楽しい感じですね。このそうですね、もう全部、うん、一体型に、一体型でね、うん、作るのも楽しそう。すごい。へえ、あ、じゃあここに後輪を曲げるサーボがここについてるわけですね。そうです、こちら前輪を曲げるサーブと。すごいっすね、面白い仕組みですね。へえ、ここのサーブの方がどこに繋がってんだろう。よっ、あ、こんな感じになってるんだ。へえ、すごい面白い仕組みですね。いやー、走りが楽しみですね。さあコングヘッドの、後輪も動くシステム 4WDS? へえ、すごい。おお、これは曲がりそうっすね。面白いっすよね。サーボ2つでそれに対応している、うん、あれか、プロポカが必要ってことですよね。うん、MX が使える。うん、うん、なるほどなるほど。さあそしてチラチラ見えているマンタレ、いやこれもすごい。これもオイルダンパー書いてあって、うん、あ、いい感じの、すごい。これも綺麗ですね。そうですね、これはオンロードでしか走られてないので、うん、ああああ、今日初オフロード、うん、おお、スポーツチューンモーター。へえ、こうなってんすね、マンタレ。シャフトで 4WD で、うん、おお、おいい感じ、ちょうどいい感じの柔らかさで、うん、すごい。おお、よく走れそうですねこれも。へえ、これ C タイヤか何かで。そうですね、同じ C タイヤ、うん、そしてコミカルアバンテ来ましたよ。密かに狙っているコミカルアバンテ。おお、このタイヤの色がいいっすよね、もうオレンジと黒のね。このタイヤもグリップしそうだな。全部 LED 搭載です。お、おお、すごい。 LED 搭載、光る。光ります。おお、うわー、楽しみっすね。あ、ここも全部こうすごいっすね。めっちゃ光るじゃないですか。後ろもね。後ろもえ、あ、ここすごいっすね。これは楽しみですね。電飾に凝りました。いや、いいじゃないですか、ね、電飾にこだわりましょうよ。すごいっすね。へえ、いやー、かっこいいっすね。いや、走りが気になりますね。うん、これもオイルダンパーをお金をかけておりますすごい。おー、電飾の配線がすごい。アンプもこういう感じで置いて、うん、うん、うん、光っております。これまたね、夕方ぐらいになるとすごい綺麗に
でも明るくても結構光分かりますね、うん、光ってるのが。いやいいですね、バックライトのね赤もね光っておりますよ、かっこいい、すごい。さあそしてもう一台マイティフロックです。このカラーリングもかっこいい、水色と白はいいっすね、爽やかな、素晴らしい。これもオイルダンパーに書いてあって、うん、でホイールは金に塗ってます。お、ホイールをゴールドに塗っております。へえ、いやマイティフロックいいっすよね、いいですね。うん、さあそして本日サーキットデビューの方が来てくれました。かっこいい、もうおなじみ DB01 タミヤ最強 4WD です。すごいっすね。中もちょっと見せてもらってもよろしいですか。 あ、はい、ありがとうございます。おお、すごい。このモーターはスポーツチューン、うんうん、なるほどなるほど、スポーツチューンで日課と仕様、いいじゃないですか、すごい、いや楽しみですね。さあそしてもう一台今日コミカルアバンテ2台来ました、すごい。いやいいっすね、俺も欲しいっす、コミカルアバンテ。人形も綺麗に塗られております。ん、光でちょっと見えないかな。さあそしてこんなすごいマシンも来ました。強小のジャベリン、強小のジャベリン、なんとチェーンで四駆ですよ、チェーンで、すごいっすね、すごい。いやまだ一回も走らせてないそうですすごいジャベリン、オレンジと黒でかっこいいですね。あ、この赤のいいっすね、オイルダンパーが。へー、おースパイクタイヤがグリップしそうです、すごいっすね。ちょっとこれって中って開くんですか。中は、中はもう、うん、開かあ、もうこんな感じですか。これだけなんです。あ、なるほど。じゃあこのチェーンのところにちょっと防塵みたいな感じになってて、ね、あ、優しい設計ですねチェーンに砂が絡まないように、うん、へえ、すごい。あ、こんな感じで裏は、あ、ここにチェーンがここにチェーンが通ってるわけですね、裏のこの線のところに。ぐるっとぐるっと、いやこれも走りが楽しみです。20ターンモーターですね、20ターンのモーター。うん、今ギアボックスを開けてもらいました。結構簡単にパチパチってギア開けましたよね。便利ですよね。こんな感じで開けられるんで。ねえ、すごいパチパチって開いて便利ですよね。簡単にギアまで到達しましたよ。ここにスポンジで、まあ防塵みたいな。ああ、スポンジで防塵になってて。これ便利ですよね。すごい。なんとそのランサーキットにこんなにかっこいい自転車で来てくれました。さあそしてよいしょよいしょ、そのマシンがこちら、恥ずかしい、 DT03、 もう肉で、あえて肉でね、練習しようという、素晴らしいですね。これこの間ねアバンテで走ってくれた方です。かっこいい、よいしょ。さあまずはマンタレイ、タミヤクラシックバギー、いや土がよく似合いますね。さあジャンプ、ストレート、いやグリップしてよく走っていますね。3連、この方ねサーキット2回目なんですよ。そのランサーキットでデビューして今日がサーキット2回目、すごく上手ですよね。さあそしてコングヘッドです。ハーフスロットルでゆっくりとまずは走っております。 4WDS 後輪も曲がるシステム、
なのでとてもクイックにコーナーを曲がっていきます。私も少しやらせてもらったんですけれども、もうねステアリングを本当に少し切るだけでね、もうかなり曲がっていく、そういった感じでしたね。とてもクイックに曲がっていく。さあ3連、そしてねフルスロットルにするとかなりスピード速かったです、このコングヘッド。さあだんだんスピード上がってきましたね、コングヘッド。さあ SGA、おー速い、くるっとコーナーを曲がっていきます。ジャンプ台、くるっとくるっとねコーナーをキビキビと曲がっていきます。そしてこの走破性、さあこちらは DB01、今日サーキットデビューです。高速試験、そしてジャンプ台へ、今日サーキットデビューとは思えないくらい上手に走らせていますよね。慎重に走っております。少しね駆動音がうるさい感じがしたので、ピニオンギアのねバックラッシュかなと思いまして、この後ねピニオンギアのバックラッシュを調節して、音はねすごく静かになりました。さあバックストレート、さあ SGA、 DB01、 上手ですよね。もうねソノランサーキットでサーキットデビューですっていうね声をねもうね何回聞いたことか。いや嬉しいことです。さあこちらコミカルアバンテ 4WD のコミカルですね。さあこちらもコミカルアバンテ、こちらは今日サーキットデビューの先ほどの DB01 の方ですね。おコミカルらしくね1回転非常に楽しく走っております。さあストレート、おうもう1台、このコミカルアバンテもね非常によく走っていましたね。私もね貸してもらってやってみたんですけれども、本当にコーナーキビキビ曲がるし、しっかりグリップしてねリアが巻くこともなく、ジャンプもねしっかりとね着地することができて、とてもね安定している、まるでねモンスタービートルを走らせているような、そんな感覚すらするね、安定しているコミカル、そんな感覚がありました。さあコミカルが走り抜けています、非常に安定してます。そしてコーナーもしっかりグリップして曲がっていく、このねもともとついているタイヤもすごくねグリップ感があっていいような気がします。さあジャンプ上手に越えていきます、ふわっとね越えていきます。さあこちらはサーキットデビューの方、おおジャンプ綺麗に越えていきます。うん、ライン取りもね上手ですよ、とても初めてとは思えない。おお速い、キビキビコーナーをねグリップしながら曲がっていく、これがすごいですねコミカルアバンテ。走らせた感覚だとコングヘッドよりも走らせやすいかなって感じはしました、個人的な感想ですよ。さあコミカルが2台楽しく走っていきます。いやこのラジコン欲しいですね、次に買うんだったらこのラジコンかな。非常にね楽しく走っています、なんか新しい感覚ですねこのラジコン。そしてこちら強勝ジャベリン、ついにソノランサーキットを走ります。今日が初走行、おジャンプもしっかりと越えてきます。今までね鑑賞用に飾っていたそうなんですけれども、もうね走らそうとねついに決心してそのランサーキットに持ってきてくれました。さあ3連、2の1で綺麗に越えていきます。このジャベリンチェーンで4輪駆動、非常に面白い仕組みですよね。
そしてね、めちゃくちゃ走らせやすかったです。この車もね、私に貸してくれて走ってみたんですけれども、すっごい走らせやすかったです。おー、上手。非常に綺麗にコーナーを曲がっていきます。もうサーキット2回目とは思えないぐらい上達しましたね。さあ3連、綺麗に2の1で越えていきます。さあ高速試験へ突入。おー、すごいスピードだ。おー、速い。しっかりグリップしてコーナー駆け抜けていきます。やっぱね、ジャベリン土が似合いますよね。やっぱね、オフロードマシンはね、土が似合いますよ。非常にね、かっこよく駆け抜けていきます。さあ2の1、上手ですね。おー、コーナーもクイックに曲がっていきます。スピードも速い。さあ3連、2の1、非常にうまいですね。かっこいい。速いっすね。さあジャンプ台、おお、綺麗に越えていきます。しっかりグリップしてね、グッグッて曲がっていきますね。さあこちらは DT03、 自転車で来てくれた方です。ありがとうございます。早いっすね、この DT03。 さあジャンプ台、おお、すごい飛距離、かなり速い DT03 になっています。リポ仕様、リポ仕様で走っています。さあこちらは日が暮れてきて LED を搭載したコミカルアバンテ、非常にね LED 綺麗でした。画面だと分かりづらいかもしれないですけれども、現場にいるとすごくね LED 光り輝いてましたね。 LED いいですよね、綺麗ですよね。いやー、いつも平日はねそのランサーキットガラガラなんですけれども、この日はねお客様がたくさん来てくれて非常に嬉しかったです。さあいよいよ4連休に突入しますよね。そのランサーキットは火曜水曜が休みなので、火曜日は休まさせていただきますけれども、土日月と営業いたします。天気晴れるといいですよね。ぜひね皆さんのお越しを心よりお待ち申し上げております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。連休に会いましょう。さよなら、バイバイ。